結構前からですね、このエンジンチェックライトっていうのが時々ついてたんですけども、いよいよちゃんと直さないとちょっとまずいかなと思って、太平洋側をこれから北上したいんでね、修理のお願いに行くんですけれども、なんか車がでかすぎてジャッキアップできないとか、キャンピングカーは配線をカスタムしてるから見れないとかですね、結構回ったんですけれどもどこも見てくれないんですね。こういうエンジンライトがついた時はですね、この自己診断機能でコンピューターに接続してどこが悪いかを、診断できるスキャナーというのがあるんですけれども、私の車は古いのでそのスキャナーを持っていないとかですね、古すぎて部品が手に入らないとかですね、いろんな言い訳をされて見てくれないんですね。みんなも古い車買うのは気をつけましょうね。そこで私もブチ切れて、もう自分でやってやるということで勉強してですね、そしたらこのスキャナーなんてこの車には必要のないことが分かりました。これからテスターのジャンパーっていうのを作りたいと思います。ちょっと配線を、ね、接続しなきゃいけないんで、で配線を作るんですけど線がないので、ちょっとこの iPhone の充電器、この赤いのはね、今ね最近買ったやつで生きてるんですよ。これちょっと試すと充電が開始されます。この白いやつはね、なんか壊れてて、まあ、ここも割れてるしね、もう全然充電が開始されない。なのでこれをちょっと切断して配線を作りたいと思います。これヒューズですね、ただのヒューズの、でもこの部分を使いたいのでちょっとぶっ壊します。これ端子ね、プラスチック飛びそう、やべえ、あ結構硬い、何これ、グニグニグニ作戦、グニ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 、取れました。これを端子にします。1個、次にこれをハンダごてで接着します。ここにピトッとね、あっちあっち、くっついた。このねテストのやつついに見つけまして、ここの下に埋もれてたね。でこれをね YouTube だとこれカバーで、これ EC テスト、エレクトロニックテストのこれカバー取って、この2つを接続するみたいですけど、このカバーちょっと取ろうとしたら劣化してて折れちゃいました。ちょっと両手使ってこれ取ってみます。これケース外しました。これねすげー、この砂がね詰まってましたね。これ砂ぼこ、砂なのかホコリなのか、すげー汚ねーけど、まあこれ下の左側とこれにジャンプさせます。これで接続できたはずです。まあ、ここにチェックエンジンライトっていうのがつくんですけど、まず鍵を挿してエンジンをかけないでオンにします。すごいうるさいんだよね。1、2、3、4、今ので分かったかな？はい、YouTube から引っ張ってきたこの troublecause.net の
エラーコードがどういう意味なのか読み取ります。ボードトラブルコード、まず最初に出てきた11はシステムパスの診断機能に接続したよっていうことだったんでしょうね。で4と141なんですけども、この HO2S スイッチっていうの、これが反応なしというふうに出てました。ネットでいろいろ調べたら O2 センサーっていうのが原因じゃないかというところに行き着きました。で部品をここのオートゾーンという、まあ、車の部品とかいっぱい売ってるところですね、ここで買いました。酸素センサーとこれとソケットセット、これがねない、この工具でこれ取り外しと取り付けをするみたいです。このセンサーが$30で、この工具を借りるのにデポジットとして$30払います。この工具返したらまあ$30返ってくるみたいな。これ開けてみます。あーやっぱこういうやつなんだな。多分だから合ってましたね、オートセンサーこの間発見したやつ。工具が貸してくれるの新品っていう、こうやってはめてグッと回すんだな。ここの穴にこうパチッてはまってこうグッてやるのがなくてしょうがないのでこれ買ってきました。$11だったんで、まあまあまあしょうがないな。ジャッキアップしてます。これですね。すごい狭いんだよね。これ暑いかな今。暑くはないな。ここであります。これを取ります。まず。でも配線をね、これだね。この配線をこれか。これをまず取ります。配線取れました。ここね。でこれが古いののピンが1、2、3本で、これ新しいののピンと一致するので、これで次はこっちを取りたいと思います。でなんかみんな言うにはめっちゃ硬いって言うから、とりあえずまず油を刺したりさ、油カメラにかかりそうなんでちょっと目取れませんけど、うわーこれ相当入りにくいな。これどっから入れて取るんだろう。これなんとか入りました。これでこの狭さです。ここからグッてやって回るかどうかっすね。これどっち回すんだこれ。こっちかな、こっちかな、ちょっとわかんないかな。ちょっと確認してから回したいと思います。これね、手前に引っ張ったらルースになるっぽいですね。ちょっと硬いかなやっぱり。うわ回った、おっしゃー回りましたね。ちょっとこれは外したいですけど、この体勢ね、めっちゃ腹筋が痛い。で目にゴミが落ちてくるからサングラス。お、取れた。よっしゃ。うわ、真っ黒。真っ黒だ。だから動かないんじゃない？新しいのがこれですね。ああ、全然違う。全然違う。色が全然違う。これまたなんかこの、まあ、緩み止めですかね。
なんかついてますね。じゃあ入れてみたいと思いますけど、どこだった。まず手でくるくるして、ちょっとだけ締められました。あとはちょっと工具使って締めます。よし、どんぐらい締めるかな、まあ締まるぐらいまで締めようかな。もういいかな、こんぐらいで。よし、いいと思います。 OK、 次は配線です。ちょっと雨に濡れないようになるべく上がいいかな。これで、うわ、ごめんか、やべえ。ありました。おつ先生はこれで交換完了じゃないでしょうか。これこうなってこう来て、ここマフラーでしょうか、ここ穴開いてますけど、これまずいよね、まずいよね、これ塞がなきゃダメだよな。マフラーの穴にはこれでぐるぐるしたらオッケーっぽいですね。で、まあちょっと走ったら熱で固まるって書いてます。8ドルぐらいでした。これもでまた潜ります。下に、よいしょ、どこやったかな穴、ここだ。これね、これがもう錆びちゃって釣ってたんでしょうね。大丈夫かな、落ちないかな、怖いね。ここ閉じてみたいと思います。え、このクリアなフィルム取るのかな、これこれで熱で固まるみたいなんで、ダックテープでとりあえず仮止めしておきました。これで走ってマフラーが熱くなったら固まるんじゃないでしょうか。これで何日か走ったらカッチカチに固まってます。いやー、直せたかもしれないです。チェックエンジンライト全然つきません。俺すごーい。ちょっとこれですね、古いの、ちょっとね油ギトギトで、あ、タオル忘れていた。ちょっとねこれ拭きながらやりたいと思います。